メーヤさーん、僕シェリフ。あ、ごめんなさい、フジニアの死体も見えてます、ごめんなさい。はい、あ、面白い回やった。今は面白い回やった。よし。あ、ない。キッチンゼロ？ナイスボタン。ナイスボタン。ナイス。あ、正解。何が？三人会？ああ、三人会。うん。そういうことかい、あれへんかな。あ、おまじ喋ってる。あ、危ねえ、エンジン。剣士。おまじが上行った。ナイス。ちょっと早いんですけど。ナイス。いいね。ああ、いいわ。TSK が TSK、はい、タスクね。あ、タスクか、誰か。タスクっていいや。TSK も言いやすい。言いにくいだろ。そうなの。よし、ナイス。なんやこれ、なんやこのボタン、クソボクソボ、これクソボすぎる。いやいや、なんでな、本当にクソボ、なんでな、マジでクソ、これめっちゃ A ボタンやん。全然 A ボタンじゃない、なんでな、来てくれたの、 A ボタンや、キッチキッチ、え、難しいゲームせやな、難しいゲームやわ。なった。片底丸町。あるまち。またたまらされてる。赤いおじさんがメインの真ん中で死んでました。バイタル情報11秒前にジャストで死んでる。死んだ瞬間見てます。おさんにしろ打てるわ。シャワーメイン館のドアが閉まっていて、開けて発見しました、シャワー側から。で、シャワーに片振りがいて、ハイブリさん僕の後ろを追っかけてきてるって感じです。はい、視点はハイブリさん無理かな。俺視点は旗底があり得るので、なんとも言えないです。いや、俺が、あ、まあいいや、そう。あ、最終地ミーティングです。どうだっけ、さっきはキッチン席は間かな。あ、バイタル情報付け加えで、停電治った時点では死んでないです。停電が治った後に死んでます。うん、なるほど。直したのは？あ、直ったと。あれ？これおまじさん直したかな？あ、停電直したのゲンです。展望です。ゲンさん、はい。ゲンさんは、関われないと思うな。ああ。僕視点からプラスさんに白が打てて、で今アーカイブに入ったところなんですけど、アーカイブ、畑さことすれ違ったので、多分シャワー側から来てるよね。はい。その前に僕はハイブリッドさんと。あのタオルタスクをしていて、その後ですね。あ、なるほど、タオル回収をしてたから下から来たのか。はい、なるほど。まあ、タオル回収してるときに下から来る鳩サコを見たので、なんかメインから来たのかなって思って白出せないって言ったけどぐらいです。まあ実際メインシャワーとは言ってるんで、まあ、まあまあ、うん、高田さんで僕とすれ違ったのも直行でミーティングまで行ってます。いや、アーカイブの本を一冊だけしまって、メインの写真やったかなぐらいしかやってないです、はい、その後はね、アルマの後はね、あとね、うん、メイヤ君がシャワーに行ったと思う。あ、そうそう、うん、最初に俺が多分おまおじさんと一緒にシャワータスクをやってた、あれがあって、その後ハイブリさんとシャワーの道路ですれ違ったじゃないですか、う
で、その後僕エレキに降りて、さっきハイブリさんとエレキで会ってて、僕エレキのガチャガチャタスクがあったので、うん、あったその続きを終わらせて、キッチンの方面にタスクがあるのでキッチンの方行こうとしたらゲンさんとすれ違って終わりです。ああそうだった、うん、11秒前に殺されたっていうんだったら、明夜さん視点自分ご自身できそうって思います？あ、俺はね、多分容疑者には入るんじゃない？入る、多分誰もエレキにいないんだったら、うん、ゲンさんは停電を直してるっていうのが正しそうなので無理っていうのは出せます。はい、あれフジプテってどこでしたっけ？あ、竹雄さんからプテハシはジミア昇降機右です。はい、チューンが右にあるはず。あ、間に合った。ねえ、うーん、どうなんでしょう。ゲン・アルマ・フジミヤ、あれ右にあるって言ったな。メーヤさん、僕シェリフ。あ、ごめんなさい、フジミヤの死体も見えてます、ごめんなさい。ラウンジ、ラウンジ、ラウンジです。シェリフなの？プテさん、僕シェリフだよ。あ、じゃあアルマ切ってくれたってこと？いや、プテが切ってるの見ました。ああ、じゃあ乗っ取りだ。はい、プテさん。しかしシェリフが今回はいないから分が悪いか。まあ、一応プテさんの方を話すと、プテイズでずっとミーティングにいて、わざわざ下に行ってキルする理由ってあるのかなと思ってるくらいです。僕、下に行って俺が多分直しに、多分切った瞬間にプテが切ってて、でレポート焦ってしてると思いますよ。俺が、キッチン武器コミューエンジン宿舎っていう風に言ってるんだけど、宿舎前に着いた時にアルマが死んでる。じゃあもう一つ詰めます。プテ名がそこにいて、プテさんからしか証言出せないですけど、僕はミーティングにいます、うん。僕視点で伊豆さんしろ。リアクター右にいます。直しているところです。剣士と藤宮君がラウンジの方にっていうか、アーカイブら辺で一応一瞬死人があるぐらいやから覚えてくれてたら嬉しいぐらい。藤宮いたっけな。ハイブリさんはいた記憶がなんとなく あと畑迫がいたはず。はい、アーカイブ行って、アーカイブラウンジまで行っていて、それは正しくて、でアーカイブリフトって戻って、ハイブリさんが右に直してるのを見てヌーンに乗ったんですけど、音が鳴ってるか鳴ってないかくらいなんで、多分位置証明はできないです僕。その、いや、藤宮君の死にちょっと自信ない、ごめん。藤宮はちょっと分かんないけど、その付近で見てるのは、畑迫とハイブリ、で、トイレ前です。トイレの右、左から2番目かなの前。いや、メイヤプテハシの戦いでいいですよ。あ、オッケーオッケー。だからそっち置いといて、で藤宮の方今洗ってるから、うん、藤宮の方洗って、はい、そっちが詰められるんだ、そっちだったら確実じゃない村目線は。いや、多分詰めきれない。詰めきれるんだったら時間がないからね。一応僕は伊豆さんとずっとミーティングで2人きりで降りて、メイヤさんが原稿発生と、メイヤさんに聞きたいのが、はい、初手切るって伊豆竹をプテ足、この3人でプテさんの後ろを取れるんですよ、どっちかというと、はい。ってことはプテさんがキルに関われない人物やとしたら、メイヤさん視点は誰が初手切るってしてます？初手切るに関しては結構そこにいたし、畑迫とかもできるんじゃない？畑さんがその話ってあれある？畑迫がだから例えば初手キルしてる場合って、畑迫が初手やって、今回畑迫とプテの2キルとかになるんじゃないのって話。いや、プテで全く通用すると思うけど。どうだろうこれ。あ、これプテまで絶対釣ってね。ボタンいきます。コミサボりきます。右。左。一応ボタンいこうかな。左。はい、いやー、ありがたいです今さっきのね。ちょっといいですか、僕はメイヤさん入れたんだけど、メイヤさんのさっきのターンの行動がメインキー、エレキー、セキュリティで何にもタスクせずに左側に行ったんで、僕的にはメイヤさんの方があるかなと思って投票してました、うん、以上、まあ、さっきメイヤさん出てもいい場面でしたよね、セリフなら。
初手切りの時ですね。ああまあ、あそっか確かに。あ、まあ、一応3票聞いといていいですか。ハイブリ入れてます。ハイブリさんとメアさんとあたさこ、はい、まあ、自分してはどっちかが相方です。うん、うん、あとゴリゴリ僕浮いてます。最後あのメインの右側で終わってますね。あでも一応プテ君にさっきのキル明夜君が、どちらがのキルだったか忘れたけど藤宮君のキルは俺ができないのはアルマかな。アルマアルマ、うん、藤宮君のキルはできないのは剣士から出そうだと思う。あ分かんない、ハタサコから出るかどうか次第じゃない。ハタサコが多分ハイブリさんの後ろ側になるわけでしょ。あでもまあハイブリが、ハイブリがどっちも人外です。初手キルはハイブリさんできませんよ目視点は。あちゃちゃ2キル目2キル 目藤宮の藤宮の剣士と俺でアーカイブではいはい、本タスクをしてたり、で、剣士の方が先に終わってるはずなのね、うん、なぜなら俺はメイン脇でシャワーアーカイブで行ってて、その時剣士さんにも見られてるから、はいはい、だから剣士の方が早く終わって、剣士の方がラウンジに先行ってるはずだから、うん、俺がやるとしたら、剣士を抜かなきゃいけないので、多分抜けない。あ違う違う、俺、貨物館まで行って、で、リアクターが鳴ってるから戻ろうとして、だから、全然その、だから、畑迫がただ、ラウンジアーカイブって行ってるはずだから、畑迫からハイブリの白が出るか、俺は出ないから。期待値ってどこですか、詳細な。だからトイレの左から2つ目の前らへん。あそれだったら畑迫君から白出るんだったら俺自身は畑迫君あるから畑迫君釣りの方が嬉しいけど、左から2番目であれば僕が、左から一番右のトイレに入ってるんで気づきます。だから絶対ハイブリさんないかな。だったら畑迫の太鼓は多分俺になるはず、うん、俺が切って、まあ、セルフとか、まあ、まあまああと浮いてる竹雄が僕を白置きしてくれるんだったら、うん、ハイブリ畑迫釣りたいです。あ、わかる。だから俺は、まあ、さっきの表があるんだよね、うん、そうそうそう、それは全然わかる。ハイブリ畑迫僕視点、うん、まあ、ここのラインがあると思って、どっちのキルもハイブリさん関与できないと思ってるから、あんまり僕の対抗としてハイブリさんは上げにくいから高田さんにやっぱなりますけど、まあ、俺の場合は本当にセルフ、あセルフってか俺あれか、レポートしてない。一義層だね。これ俺がマットメイカー、まあ、スキップのラン、あいやどうする、あざーす、うん、自視点はね、畑迫っぽく見え貢献します、この村に。けど、マットだった場合かも。うん、ヌーンがあるラッキー。マジかよ、高田さんだわ。高田さん現行犯だ。すいません、危ない。ハイブリ畑迫じゃなくない、うん。びっくりした。伊豆さん死ぬんだ。原さん。あれ？でもハイブリさん、あ畑さんか。何が？え？え、あ、マットマット。今泣いてたよね、畑さん。え、高田さんですよ今泣いて。あ、高田さんです。あ、ごめん。ぐちゃぐちゃになっちゃった。ごめんなさい。高田さん現行犯です。高田さん現行犯です。マジか。どんなタイミングでプダシ来んの本当。すいません。いやでもこれ通されてたら普通にやばかった。いや通せてたら畑迫連れてたから釣ってたやもんこれ。うわクソみたいなタイミングでプダシ走って。通ってたら神キルだったような気がするんだけどな。いや神キルでしたよ。惜しかった惜しかった。ちょっとロラ完遂してくださいよ。せっかくパチンコ通ったんだからよ。本当だよ俺。キッチンに行くってゲンさんにも言ってたじゃんさっきのターンに。あーでもおまじさシリフか。あおまじセリフなの。いやプテがさねえやさんって言ったから勢いで僕シェリフって言ったら通って笑って。やれ、いや普通に負けたかと思ったわ。割とそう信じたもん俺。でもセリフがね、アルマを切ってくれたのもんだと勘違いしちゃった。だから僕を対抗にしてるんじゃない、はいはい、あそっちだったら大丈夫だったんですか。そうそう、うんうん、アルマが現行犯だったから切ったよって言ってくれてたら、いや違うよ。そうそうそう。でじゃあいきますかね。はい、お願いします。